あたり5200は米アたり社より発売された家庭用ゲーム機。コントローラーあたり2600のバイスペックモデルとして1982年11月に発売。発売の背景には米コレコ社があたり2600を超える性能のコレコビジョンを発売したことがあり、それに追従する形での市場投入となった。システムは同社のあたり400。 あたり800を踏襲しており、ほぼ同じスペックであるがソフトの互換性はない。また、本体のデザインは、あたり2600の後継機として開発されながらも、お蔵入りとなった、あたり2700を引き継いでいる。あたり400、800で大ヒットした、スターレーダースも移植されたが、元がパソコンで遊ぶことを想定した操作系統だったため、 あたり5200のコントローラではプレイしづらいものとなった。なお、スターレーダースは、後にファミリーコンピュータ用ソフト、スターラスターとしてリメイクされた。その他、当時は、他のゲーム機で移植されていなかった、アーケードゲームのポールポジション2や、スターウォーズなども移植されあたり5200用タイトルの花形を務めた。ゲーム機としては、ポーズボタンとリセットボタンが、 初めて搭載され、その後のゲーム専用機に影響を与えている。コントローラは、天気付きのアナログスティックである。あたり5200は、あたり8ビットコンピュータと、同スペックだったことに加え、あたり2600がヒットする中で市場へ投入されたこと、コレコビジョン自体がヒット商品となったことから、中途半端な存在となり、短命に終わることとなった。 またライターの稲本哲也は、あたり5200のアナログスティックの壊れやすさがイメージ悪化につながったと2011年の 4gamer.net の記事の中で指摘している。ありがとうございます。